中野来るか、中野来るか、帰ってくれるか。人生は来た来た、エントリーナンバー89番。なんか今回スーッと、お、向井まさきエントリーナンバーで、おわ、タレント揃いだな。やりたいね。頼む。あ、ともちゃん。まあ、ともちゃん前向いた気がする。第2回、運カップ、開幕。ドーン。てめえら、ペカどこいや。好きやり。よし。よし。よし、これでここもらった。ほんとバカでいいぜ。お前ら騙す、ほんとお前ら騙すなんて容易だからな。クソ楽。何？みんな結構。あ、やべえ。降りてきてるやついる。ふざけんなよ、てめえぶっ殺してやる。大して上手くねえ。でもここ降りてくるってことは、手だれか？だとしても俺は負けるわけにいかねえ。俺のテンプの才があるはずだ。やっべ、一番最初に拾ったのはカラビナじゃダメだ。よし、逃げよ。逃げるわ。くれてやる、こんなとこ。ともちゃん死んだ。おい、向井と中野ぶっ殺すかんな。俺が見とけよ。みんな、あの、中野とさ、向井死んだら教えて。目標マジで1位。本気でドンカストリー行く。本気で食いに行く。こいつうめこいつうめ死ねえよ、もう。いや、もうやめる。あい、もう解散。もうこの大会中止します。面白くないんで。おい、終わりでよくねえかなあ、なあ。くっそ、全然ベカド置いてねえじゃねえか、おめえ。何このまんべんなさ。水暴走じゃん、お前ら、きっしょ。おい、こいつらのこと水暴走って呼ぶべ。おい、水暴走。ね、水暴走じゃん。次俺また勝つし。俺が、あ、こうやって中野見に行こうか。悔しい。お、固まってる。おい、中野殺しに行け。おい、中野固まってるからチャンスだぞ、おい。おい、中野固まってるからチャンスだぞ。おい。あ、動いた。超悔しい。あ、向かい、いいとこ降りてんな、こいつ。やっぱうめえ。おい、ちょっと待って、こいつのうまさ見て、こいつ尋常じゃねえからな、うまさ。さあ、プレイヤーという重荷を捨てた、重い道具を捨てました。ここからは解説、松木安太郎と加藤純一でお届けします。俺、松木さんと友達だから。本物です。こいつマジでうめえよな。あー、なるほど。スカート、AKM。これなんかさ、上手い人ってさ、AKM をさ、遠距離で担ぐよね。SKS とあんまダメージ変わんねえのかな？ 4 倍スコープとサプレッサーとかつけてさ、AKM 撃ってくるやつ、ほんとクソうぜえからな。上手。まあ、まずは北から攻めようと。俺を殺したやつはボンバー田中でな。相手もうめえからな、ボンバー田中。トップ4とか入ってたよね、ボンバー田中。
かや中野マジ血祭りにあげてほしい。いや、みんなこんなばらけてたんだ。すごいわ。さあ、隣にいるの気づくんでしょうか。これちなみにね、マイクオンにしてるとね、俺が話しかけたら声聞こえるらしいよ。これ、みんな邪魔しよう。ジョージで、すべて。あ、聞こえますか？これね、全体にすると俺の声聞こえるらしい。頑張れよ、俺も、応援してやっから。いやー、ここいいね。ただ敵がどこにいるとか教えねえかんな。声援。敵がどこにいるぞとか教えねえかんな。中野以外は。こいつに中野の場所近くに行こう。おい、中野近くにいるぞ。おい、中野近くにいるぞ。頑張れよ、お前。よし。おい、中野頑張れよ。俺の声聞こえてる？聞こえてたらなんか痙攣、屈伸してくれよ。あ、聞こえてる、聞こえてる、聞こえてる。お前頑張れよ、お前鈍活取れよ、おい。お前キックしても、キックしてまでも入ってきたんだからよ。頼むぞ。期待してっかんな。オッケー。向井正樹選手、頑張ってください。僕の声聞こえてますか？多分プッシュ、あ、聞こえてる、聞こえてる！向井正樹選手、頑張ってください。一応優勝候補として今、インタビュー中です。頑張ってください。オッケー、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 頑張れよ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいね、いいね、いいね。じゃあ誰見に行こうかな。これ、神様！誰、打てた。ボンバー田中選手、加藤純一はどうでしたか？加藤純一との戦いは。聞こえてる？あ、多分これチームチャットオンにしてねえな。あ、俺のカード使った。あははは、強かったよな。あ、そういうことそうだよな。俺強かったよな。俺かなり、いい戦い、いい動きだったし、俺。いい動きだったら屈伸してくれ。いい動きだったよな。よし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 。お前も一応優勝候補だから頑張れよ。オッケーオッケー。さあ、早速円が縮まってきた。残り55人が、この小さい円にひしめく。そして今大会屈指のプレイヤー、向井正樹もその円の中心に向かって今走り始めた。これどうなるか。激戦、大激戦の予感。ただ向井選手、これは結構厳しいよ。なぜかというと、この円で削られた状況で入ってくる、そこに向井打つは、強し、おう。こいつらが、その向井をどうさばいていくか。ただ、バス乗ってるから、やや強みはあるね。強いんだよね。この円の中に55人、さあ、ひしめき合うぞ、今から！大激戦の予感が、この55人が一斉に向かってくるぞ。この円とかやばいだろ。ジャパニーズ、広大。ジャパニーズ、広大、頑張れ。さすがにこの状況じゃ話しかけるのは申し訳ない。今これ、序盤の、あ、向井が入ってくる。この入ってくるとこ見ようか。さあ、向井が変に入ってきた。このまま一気に行くか。そこで向井打ってる奴がいるか。いや、いいルート。ちゃんといないところにスポット収まっていく。さすがだな、こういうところは。で、こっちで車線切りながら正面ケアして、左は、バスでカバー。いや、うまい！うまい！あー、うまいけんな。ただ左が若干気になって、今がずれたか。向井正樹。屈指のプレイヤー。武器はなんだろうな。AK と16か。16を遠距離で使ってんだね。さあ、52人。地獄。地の獄。あ、ボンバー田中と、え？中野？あ。これ中野死ぬんじゃねこれ。中野お前頑張れよ。全員は見てられない。誰に注目するか。ボンバー田中にも、ボンバー田中も見ていきたい。いやー、どうしよう。ボンバー田中見るか。多分、それ、快適すると思う。いちご、あ、ついにいちごちゃん取られた。ボンバー田中がいちごちゃん取られた。ただ、いちごちゃんは AWM 持ってるぞ。しっかり一撃で仕留めないと。あ、KR! 俺の KR! さあ、ボンバー田中一発でいけるか。これ中入るけど。いや、車線切るね。これは苦しい。右ケアしなきゃ。まずいぞ。あ、お、いちごちゃんするなるほど。いちごちゃんスルーして、いちごちゃん一旦スルーすると、後ろからいや、向井正樹臭い。これはどう、もうこの絵とかぐちゃぐちゃだから実況的で。いや、これはきつい、これはきつい。うまいね。ニスコでよく当てた。これ、ボンバー田中といちごちゃんのライ、あ、いちごちゃん。AWM とスカを稼いでる。しかもコンペンもついてる。いいね。フル装備。角馬が、
さあ、どっちで行く？ああ、うまい。いや、いちごちゃん、いや、いちごちゃんうめえ。いちごちゃんうめえ。こいつ、かわいい名前してるけど、結構えげつない、能力してるな。あー、また中野が、中野がやられた。なすすべなくボンバーた、じゃ、りょう、あ、これあれでこいつめっちゃ強いじゃん。やべえ、今回なんか優勝候補がいっぱいいる。こいつ前回優勝したよな、りょうあくは。こいつもめちゃくちゃうまいからね、M4 稼いでるね。しかもカーも2倍スコープ。ちょっとスコープ心もとないけど2倍スコープもしっかり稼いでる。カー、中野せっかく。いやー、向井正樹これね、だるいわ。エイムに自信がある動きだね、これね。延期はギリギリで、円背負っていく。これ何がいいってさ、後ろをケアしなくていいからね。自分が一番背を取ってるから正面。いや、360度警戒しなくていい。理にかなってる。だから俺はそれができない。なぜかというと、正面に敵をさ、待ち伏せされてた時に一方的に撃たれちゃうから。それをなんかどうやって回避していくかだな。あ、回避してる、回避してるよ。回避してるさ、どうせどうせどうせ。これは、向井大ピンチ。これ、この崖の裏いるぞ。あ、気づいたか。あー、向井が、さすがー、やられた。いや、こいつ上手かったな。冷静だったね。レベル型がハイレベルとなっております。さあ、俺を通したボンバー田中。爆走中。今のはちょっと待ち伏せされちゃったね。いや、前回優勝したの、ボンバー田中が。ちっかー、すごい、気づいた、気づいた、すげえ、すげえ、なんで気づくのこれ、意味わからん。なんでわかった今お前。神の目か。いや、これきつすぎる。ボンバー田中もエイムなかなかいいぞ。なぜ気づいた今。何が見えてるんだ一体こいつには。一旦これ回復入れなきゃきついけど、これは、車線ギリギリ切れてる。ただ、もうこれはちょっと厳しい。こっから先のダメージは、えげつないことになるぞ。鎮痛飲まなきゃダメだよね。あ、いやー、これきつい。左にそれで行きたいけど、ボンバー田中がちゃんと。なるほど、待つと、やってから行く気か。いや、それはちょっと痺れを切らした。いや、これ、左で車線切っていくしかない。ここで一回回復入れるしかねえな。この戦い熱い。あー、間に合わねえか。いやー、これはしゃあねえ。いいね、ボンバー。的確にやってったね。さあ、優勝候補は、続々と優勝候補が倒れる中、なんと俺を倒したボンバー田中。前回の優勝者を倒して、トップ20入り。俺はちょっとやっぱ肩入れしたくなるね。ここ楽しそう。いいなー、俺もここでやりたかった。マイナスジェネラルス。さあ、でもそんな、マイナスジェネラルスには、6人。これ、いや、いい位置んな、こいつ。うわ！なんとこの堂々！威風堂々。まさかこの、何の気なしに置かれたバスの中に、人がいるとは思うまい。いやー、もうまたなんか厳しいな。いい作戦だ。ボンバー田中気づかない。さすがに教えるわけにいかない。あー、右に見えてる。ボンバー右に見えてる。右に見えてんだ。気づいてくれ。あ、さあ、サブロード気づいた。気づきました。あ、気づかない。おい、ボンバーどうした。高の目のボンバー。あ、そっちには気づくと。いや、でもそれ逆にバレちゃうよ、左から。そう、いやー。そうそう、あれ、あれ、あれ、あ、気づいた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 。気づいたね。そう、そいつを倒さなきゃいけないわけよ。おっと、AR で狙うと。いや、うめえ、こいつのムーブ。なんだ、こいつ。怖いってよ。いやー、しゃあねえ。ウージー持ってんの。優勝候補が、どん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 駆られてきます。いや、ウージー持ってたか。この終盤までそこ登れないんだよな、うまいこと。さあ、顔なじみ優勝候補が続々と削って、新たなる、新時代の幕開け。誰が勝つ？残り9人。いちごちゃん残ってる。こいつやべえ。こいつしょっぱな一番最初に AWM か、AWM 取って、先っぽにコンペンついてる。スコープ何倍なんだろう、見てえな。ただこの優勝を決する局面で声をかけるわけにいかない。いちごチャング。こいつうまい。かわいい名前に、似つかわない。
お前は一体、お前なんだ、いや、動かざること山のごとし。恐ろしい作戦。ドンダーマン。おぞましい。こいつは一体何でできているんだ。こいつの精神がおぞましい。残り15秒。さすがに行かなきゃまずいぞ、もう。さすがに行かなきゃ厳しい。いつまで我慢できるか。異変に気づいてる奴がいるはず。あのトラック臭くねえかって異変に気づいてる奴いねえのか。気づいていない。誰もあのトラックの異変に気づいていない。あ、動かなきゃいい。お前、あ、動いた動いた。ちょっと出せ、ちょっと出せ、バレる。それは厳しすぎる。それは厳しい。それは厳しい。それはさすがにバカじゃない。動き出した、動き出した、動き出した。注目せざるを得ない。武器は何か捨ててんだ。後ろ向きでじり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 。いや、でもその音で気づいてんな、これ。いや、それは気づくでしょ、さすがに。それは、頭かぶってる、メットかぶってる、こいつ。こいつ、素人が残ってきちゃった、まだな。厳しすぎる、こいつ、すごすぎる。動かざること、山のことし。こいつに、待って、こいつに気づいてる奴がいなくなった。こいつに気づいてる奴がいなくなった。さあどうなる。車線切れてないぞ。あと何人。あー、やられた。いや、いちごちゃん強すぎだって、これ。いちごちゃんうめえ、マジ動きが。こいつうまいわ。これ、クン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 。あ、そっちも傷だ。悪魔みたいな野郎だな、これ。あー、ベスト。直撃しちゃったね。いちごちゃん何キルしてんだろう、後で見ようね。さあ、でも残り16秒。時間がないぞ。向かわざるを得ない。みんな円に入ってる。いちごちゃんだけ。ちょっとやや遠いけど、まあでも、歩けない距離じゃない。行けない距離じゃない。うまいな、相手も。いやー、きつい、これ。こいつがうまい。こいつがうめえわ、地味に。M16 とか、あー、それは、かもられるな。おー、撃ち方、撃ち方、うわー、撃ち、前に進むしかない。前に進むしかない。あ、敵に気づいた。あの、うまいやつに気づいた。いや、それ、横やり入れてくる。さあ、どうなる？残り4人。四天王が。うーわ、こい。いや、やりきれなかったか。やりきれなかったか。これ、円入ってんの？いちごちゃん。円入ってんのかな？運転手、パルスで死んだ。さあ、残り2人。ライバル対決。この2人、マジでうまい。ライバル対決。さあ、ラストに。気づいてるか？これ的確に決めたいね。あ、気づいた。これは熱すぎる。いや、でも、いやいや、向こうに有利。さあ、どうなる？いちごちゃん視点でお届けしましょう。あ、まだ、詳しい場所。ちゃんと気づいてないのか？あ、気づいた。さあ、これ AR の距離か、AWM の距離か。あ、うますぎる。見た？今。やば！いや、でもこいつらみんなうめえわ。この、ドンダーマン以外。あ、ボンバー田中4キルしてんだ。ちょっと振り返ってみましょうか。今の戦い。まず、加藤純一の、うんこちゃん、ヤクザは78位です。